どうもたまたブラザーズです。兄のよしきです。弟のたくみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は何ですか？これはジャパンよ。ジャパン来ました。ジャパン。僕中学校の時ジャイアンツカップのオールジャパン選んでいただいて。はいはいはい、すごいの。そうで、高校の時もアンダー18、はい、ありますね、ここに書いてるけど、世界野球選手権に選出していただきました。えぐっ。それのユニフォーム、それのユニフォーム、これは高校の時のね。あ、高校ジャパンの。高校ジャパンの。アンダー18のジャパンの。そう、ジャパンのやつ。で、これは？これはね、高校ジャパンの選手たちの色紙です。色紙で名前が刻まれてますね。これメンバー気になるな。メンバー発表は後でします。これフィールドすごいと思うよ。もちろん野球ファンの方知ってる方もおると思うけど、パッと見すごいもんだって。逆にこんな YouTube してる俺がこの人だと野球やってたんやっていうそのすごさの方が。ああ、なるほどな、はい、確かにな、あると思うわ、はい。まず中学ジャパンの、まずこれボールなんやけど、サインボールやね。みんなこうサイン書いてて。ああ、なるほどな。名字だけ書いてる。なんか中学生って感じするわ。みんな字汚いなこれ。俺の田畑なんかもうほぼ見えへんからな。ボールペンで書いてるこれ。ボールペンやろな。絶対マジックやろ。高級に書く、まず。みんな薄な。マジックの人もおるよ。それでまあ、僕中学校の時のこのジャパン、キャプテンで4番バッターでした。マジで？はい。まとめれた？いや、無理やね。まとめるとかはないねんけど、キャプテンで4番バッターその出し回ってない。すごいな。いや、ほんまに俺その時実力大したことなかったんやけど、うん、出してもらってて。うん、大したことないことはない。キャプテンもまあやらせてもらってました。うん、すごいな。そうで、このジャパンの中から18名ぐらいかな、この選ばれたんが2名プロ野球選手がいます。え、マジ刻まれてます、ここに。さあ、気になるな、誰やろな。お前中学やろ。そう、まあもちろん俺と同い年だから。え、桐蔭のチームメイトはその時おらんかった？桐蔭のチームメイトは誰一人もおらん。あ、そう。ジャイアンツカップはみんな出たりはしてたけど、ジャパンにはおらんかった。ジャパンにはいなかった。まあちょっと予想してみ、誰やろな。ただ一人はすごいよ、もうチームの顔になったよ。有名？今年からチームの顔になりました。分からんて。有名というよりかは、まあ、俺がこのキャプテンって言ったやん。うん、今キャプテンしてはるプロ野球。え、マジで？マジ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 。誰？じゃあ発表いきましょうか。それはもう早く発表しましょう。はい、背番号3番。3番ファーストか。誰？ファーストかと思うけど、これ投手なんだよね。あ、ピッチャー。今はもう引退してて球団職員。ああ、はいはい。ソフトバンクの笠原です。おお、マジで？マジ一緒やった。が、まあ笠原がエースで。ああ、そうやな。どっちが出た？で、俺が4番。同年代。で、笠原は今でもインスタライブとか。お前やってたな。やってる、よくやってるぐらい。やってるな。あの、仲が良くて。おお、すごいな。まあ、中学校の時からすごかったんよ。あ、そうなの。左やんの？左で。見たことなかったスライダー投げたで。マジで？そう。でも、打たれたな。高校はどこ行ったの？高校は福岡工大城東かな。ああ、はいはい。すげえな。うん。で、次。今、プロ野球でキャプテンされてる。キャプテン、はい。これは誰か分からん俺も。今年からやろ。今年からキャプテン。誰でしょうか。背番号5番。サードやな。サードの背番号やねんけど、まだ違うね。はい。誰でしょう。まあ、野手ですね。野手。あ、野手なんや。佐野啓太君です。え、横浜の。横浜 DeNA ベイスターズ。DeNA ベイスターズの。今、キャプテンで4番。え、えぐい、あの筒香の。筒香の後です。えぐっ。やっぱエグかった。そんなやった。え、やっぱりちょっと細かったし、あ、試合はもちろん出たけど、うん、そのセンスはめちゃくちゃあった。そこまででもホームラン打つキャラとかではない。そうそう、その今キャプテンで4番みたいなキャラじゃなかった。あ、想像できんて、うん、で、高校は広島広陵高校。あ、そうなの。超名門。あの、そっからプロ。いや、違う違う、大学経てプロ野球行ってんけど、親同士が今でも年賀状でやり取りするぐらい。あ、年賀状もすごい仲良くさせてもらって。あ、そうなの。そうや、このジャパンもやっぱすごかったよ。同年代やってんの全然知らんかった。同年代やっぱレベル高いやな。ジャイアンツカップまで行くと、ジャイアンツカップの結果はどんぐらいやったんですか？よくわからんとりあえず負けたとりあえず負けた。せーよ、もう。あ、じゃあジャイアンツカップ自分らの、そう、自分らのチームで、チームは準優勝。準優勝？そう、全国2位ってこと？全国2位です。えく？はい。で、自分のチームではキャプテンで4番バッターです。あ、自分のチームでも。ほんでジャパンでも。で、ジャパンでもキャプテンで4番。えぐいな。ジャパンでの結果はよくわからんと。よくわからないね。なんかおもろいエピソードみたいなの。ジャパンでやっぱりこうみんなで行動するんやけど、うん、中学生ながら DH があったんよ、うん、で、その当時僕サードは持ってないけど、
DH 制度があって、僕 DH 回って試合中に DH ってまあベンチ下がるやんか。そうやな。めちゃくちゃしんどかった。なんでか知らんけど。なんでしんの？いや分からへん。めっちゃしんどかった。休憩できるやん。もう吐きそうだ。休憩してる時にずっと寝た。これしんどすぎて。なんで？んで、あ、打席やでって言われて打席行って、うん、まあ僕その日ヒット打ったやん、パーンって、うん、でヒット打って、ほんで宿舎変えるやん、うん、もうしんどすぎてたまらんと。で次の日がもう変える予定だよ、はいはい、でその日の晩はみんなで遊びに行こうぜっていう、こう、あ、なるほど、スタッフと一緒に、はいはいはい、中学生やからその夜のマッチとか行けへんけど遊びに行こうぜっていう、うん、なってたんやけど、その行けず僕は病院行ってました。え、そんなに？はい。そんなしんどかった？キャプテン不在でみんな遊びに行っとる。最悪。許されへんの？俺その思い出ないから。海外まで行って、ほんでまあ病名インフルエンザです。しっかりせーよ、もうもう試合中から発症してるから。え、それみんなうつらんかったの？うつってはないと思うね。まあ、だからインフルエンザの状態で俺試合で出たから。それでヒット打ったの？ヒット打った。バケモンやん。めちゃくちゃしんどかったよ、ほんま。それしんどいわ。ほんでみんな楽しんでられた俺はもう病院やん。いや、それは病院かなんかい。それはほんまこのメンバー返してくれ、俺の思い出。まあ俺が悪いんやけど、インフルエンザだな。しんどい思い出しかないんじゃん。だからもうインフルエンザなった思い出しかないんや、このジャパンは。えぐいな。うん。ほんで帰りは？帰りはおかんが日本から迎えに来てくれて。どこまで？韓国。じゃ台湾か。台湾。マジで？台湾まで。おかんが迎えに来てくれて、でおばあちゃんも来てくれた。え、一緒に？心配なって、それで一緒に帰ったっていう。3人で帰る？みんなさっき帰ったの？みんなさっき帰ってる。待っとけい。そら待たれへんって。そらだってインフルエンザ飛行機乗られへんから。最悪やな。最悪なジャパンやん。僕だけ。そうやな、ヨシキだけ。俺だけ、うん、まあそれが中学校と。そう、中学校いい思い出やったよ、これは。まあ、いい思い出やな、今となれば、うん、次はこのユニフォームを見てみたいんやけど。高校ジャパンやね。あ、これ高校ジャパンだよ、うん、これ多分ホームやと思うんですよ。ホームユニフォームだと。ホームユニフォーム2種類あるジャパンで書いてる。書いてる。あ、日の丸背負っとんな、しっかりこれ。で、裏はしっかりこう日の丸背負ってます、ここ、うん、背番号12ですね。ブルペンキャッチャーです。高校の背番号で言ったら高校で言うとブルペンキャッチャー、うん、まあこういう感じですかね。逆に韓国にホームグラウンドとかあるん？ないねんけど、相手に合わせて切ってたかな。あ、そうなん。確か。で、これがまあビジターの。ビジターよりもデザインは一緒やねんな。デザインは一緒で色が違うっていう感じ。まあ、どっちもやっぱかっこええな、日の丸を背負うユニフォーム。ジャパンやからね、やっぱりこうやってまあ見てる人少ないんじゃないかな。そうやな。上げてる人が少ないから。めちゃめちゃかっこええな。ちょうどいい機会やなと思って。これは結構すごいな。まあ家にあったからね、うん、ジャパンのユニフォーム。はい、どうでしたか。次がそのジャパンのメンバーのな、色紙があるよな。みんなのサインが書いてるよ。一人ずつ名前書いてます。で、背番号順になってますんで、まあ1番から20番まであります。あ、20人やったよ。何人プロおるんかなっていう話ですよ。あ、そこから、その中から20人中。この20人中大体何人ぐらいだと思う？さっきはだから20人中2人中学ジャパン。え、そんぐらいだと思うねんけど。いや、高校ジャパンやで。今チラッと見たら、見ただけで5、6人はおんねん。ああ、5、6人チラッと見たら。はいはい。だから分からんで。じゃあまず1番背番号1番から紹介していってもらいます。もう誰もが知ってる大スター、背番号1番、花巻東高校、大谷さん。ちゃんと言ってる。大谷翔平選手です。おお、えぐい。そりゃそうやろな。メジャー行ってるから、もうこれ2人分換算だよ。プロ行ってメジャー行ってるから、もう2人分。そうや、二刀流やし。二刀流やし、2人分換算ですね、これ完全に。えぐいな。はい、一緒に野球してました、大谷選手と。んで、背番号2番、聖光学院、岡野雄一郎さん。これ今はもうローテーション張ってるプロ野球選手ですよ。え、岡野中日の？そう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 。え、中日の人？はい。えぐっ。えぐいよ。これプロ順番に言ってて、プロ行った人を、うん、じゃあ言っていこうか。せもう20人言っていったらもう多いから。5番やな。愛工大名電浜田選手。これ俺知ってんの。すごかったからね。左ピッチャーやな。左ピッチャー。高校ビッグ3ってあって、僕らの代。おう、誰？大谷、藤浪、浜田やな。え、それのだから1人ゴール。え、プロどこ行ったの？中日。中日、うん、すごいな。もう今で2人おるからな。今で2人。ほんで背番号6番、はい、大阪桐蔭高校、藤浪選手です。おお、それはおるよね。まあそれの反応に関しては俺おお、うん、ビッグ3やん。まあ、ビッグ3は全員プロ行きましたと。すごいな、でもやっぱり、はい、ほんで
九州学院大塚選手、はい、楽天行きました、左ピッチャーで。おー、選抜で対戦しました僕らも。はいはい、それなんか覚えてるわ。で俺は試合出てないんやけど、藤波がホームラン打ったよ。え、この大塚選手かえくたまたまな。おう、でここのプロ行った同士でやり合いしてる。あ、なるほどな。はい、ちょっと待って、今で4人、今でだから7人中4人行ってます。バケモンやん。ほんで次が背番号8番厚生学園田村選手です。ロッテのキャッチャーね。もうめっちゃ好きやったよ田村選手。あ、そうなん、うん、タイプまあ似てるしな、うん、ちょっと打つしめっちゃ打ってたよな。こうこれエグかったよ、めちゃくちゃ打ってた。ほんで6人目智弁学園中道選手、はい、キャッチャーで。キャッチャー、うん、オリックス行ってたと思う。あ、オリックス、うん、ちょっとエグない、めちゃめちゃ行ってない、これ9人中6人。9人中6人エグすぎ打率でしたらやばい、ね、9打数6安打エグいな、エグい。はい、で次大阪桐蔭やっぱな、森友哉選手です。ミットをもらった森友哉選手、はい、ミットをいただいた森友哉選手が、はい、西武1位ですからね。はい、エグい、おなじみの森友哉選手やな。はい、で次が12番大阪桐蔭やねんけど、大阪桐蔭ジャパンそんな行ってたかな。大阪桐蔭立て屋敷選手、いや俺プロ行ってんねんプロ行ってんから立て屋敷選手なんですよ。まあ、だから12番ね、この12番そうやな、ブルペンキャッチャーでした。行ってなくてやっぱ紹介をしてもらったよ。あ、してくれたんや、お優しいとこあれ。12番ブルペンキャッチャーです。はい、次が15番北条選手です。阪神のショートの、はいはい、エグかって、構成もエグかったな。 G めっちゃうまない、 G 上手海は G うまいな森ジラメ君もうまい、森めっちゃ下手じゃん。トモヤのやわからんもん、やなんかわからんよな。と次が19番平安高校高橋弘樹選手です。あ、弘樹な、はい、弘樹選手広島カープやもんな。広島カープです。はい、お、なんだそれ、あるやん。え、どっから出していいだよ。いや、もらったんこれ、試合で使ってるやつマジで、うん、今度もらえるやつの平安高校高橋宏樹選手ですね。はい、え、以上か。以上、何名おった全部で。20人中全部で10人20人中10人。えく、半分以上プロ行きました。え、すごいな、やっぱこのジャパン。そんな確率なんかな、ジャパンって。いや、どうなんやろ。え、これめちゃめちゃエグいと思う。多かった方なんじゃない、よ、分からんけど。えく、そのでも高校ジャパンまで行って20人、うん、半分プロ行ける、うん、ってことは俺半分以下の方なだけであって、あ、言うたらな、逆の方行っとったらもう、あ、確かにな、そうやな、行けてたからね、うん、えぐい、これはだいぶ貴重ですよ。20人中10人、お家にあったので紹介しようかなと思いましたこれは紹介した方がいいと思うな、うん、生サイン入りよ、スクショしたからな、生サインというか名前が入ってます。これはえぐいな。まあ、俺からの紹介は以上です。いや、紹介がエグいね、やっぱレベルちゃうな、これはすごいですね、やっぱり。はい、僕からの紹介は以上になります。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。皆さんどうでしたか。今回は結構エグかったな。結構お宝やったんじゃない、まだ世に出てないんじゃない、これは。いや、お宝すぎんねん、これがエグ、これエグい、大事にしようかな。これ言うときほこりかぶってたからだけど、これほこりかぶってたからちゃんと拭いてくれたんや。あ、拭いたよ、ありがとう。ほら、当たんねん、お前。とりあえず今日はじゃあこれで締めたいと思います。はい、ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今回向こうさんが関西一の飛ばし屋、なんか木製しか使えへん言うとかな、ビヨンド使ったことない関西の飛ばし屋を連れてきたと。